ひばりクラブご覧の皆様こんにちは。また落語界の皆さんこんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ぶらり散歩でですね、アフォーダンスという話をいたします。私がそうですね、今からこれも40年ぐらい前ですけども、いろいろな人間のこの意識ですね、我々はこう自分の頭で意識しているものしか実際にはこう実感としては感じられないんですけども、それ以外に多くのところから影響を受けてるわけですね。日本語はテレパシーがなければ喋れないと、いうようなこともありますしね。もっと簡単には、日本人以外の人は虫の声なんてよく聞き分けられないと。ちょっと我々としてはどう聞こえてんだろうなと昔思ってたんですけど、最近は、ヨーロッパの人が虫の声がこういうふうに聞こえるっていう、ザーザーっていうか、なんか雑音に聞こえるようですね。その音を聞いたりして、あ、こういうふうに聞こえるのかと思ったりします。人間というのは傲慢ですから、自分の耳で聞き、自分の目で見、自分の頭で考えたこととか知識しかですね、信用しない傾向がありましてね。ひどい人になると、それじゃあ俺が神様だからみんな間違ってる、なんつって、非常に激しく言う人もいるんですけど、なかなか難しいんですね。そういうことにいろいろ関心があった頃ですね、私の学生で、博士課程の学生ですね、ドクターの学生。それがある時ですね、ぼつっとですね、この前こういう講演を聞きに行ったんですよって言ったんです。それがアフォーダンスっていうね。耳慣れない言葉だと思いますけども、最近ではもうだいぶアフォーダンスになるわけですね。頭の中で感じたり、人間の目とか耳で感じることっていうのは、それほど単純じゃなくて、普通はですね、こう目で例えば見ますね。で、ここにこう薬があると。それでここに薬があるんですが、薬があったら、それが目で見て、目が光が当たって、その光が跳ね返って目に入って、それでこの目に入ったものが網膜に行って、網膜から脳に行って、脳で今までの知識と比較して、あ、これは薬だと。こういうふうに思うと。それで薬を飲むときはそこに手を伸ばして、手を伸ばすときは脳からもうあの薬飲めよってって、こう、神経がこう命令してですね、それで手が伸びて、蓋を開けて薬を飲むと。こういうふうに思ってるんですよ。人間は思ってる。ところがですね、違うんじゃないかっていう考えが出てきたのが、ちょうど朝鮮戦争が終わったあたりなんですね。実は朝鮮戦争の前は飛行機っていうのはプロペラ機でしたから、音速を超えるなんてことはもちろんないし、すごく遅かったわけですよ。で、ところが、朝鮮戦争でジェット戦闘機っていうのが出てきたんですね。あの頃まだ超音速はないかもしれませんが、非常に速いものですね。非常に速いもんで、ソ連が最初ミグというですね、名前のジェット戦闘機を出してきた。そうするとアメリカもそれ対抗してジェット戦闘機出すと。そうすると向こうの方からジェット戦闘機来るわけですね。両方からこう来る、近づいてくるわけですよ。で、ああいうのは早く見つかった方が勝ちで、ポジションが高いところにいる方がこう攻撃できますからね。低いところから攻撃するって非常に難しいんで、高いところから攻撃する。だから高いところに攻撃したら、ひどい時はこう後ろに回られたりするともアウトでですね、もうダダダダーってやられるわけですね。そういうことで、いち早く発見するのが勝ちだと。それから発見したら、すぐその相手の敵の飛行機に向かって、引き金を引いて機関砲を撃つというのがもう勝負なんですね。ところがね、変なことが見つかったんですよ。だんだん飛行機の速度が速くなってきますとね、お互いのスピードがこう、例えば、これは音速の2分の1、こっちが音速の2分の1でも、音速で近づくわけで、相対的にはね。だん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 速くなってきますと、ものすごく速いわけですよ。で、遠くにいる飛行機がパイロットに見えるかっていうと、見える限界ってありますね。そうするとね、変なことが見つかったんですよ。だんだんジェット戦闘機が速くなったら何が起こったかっていうとですね、まだ見てない感じの時に、パイロットが引き金を打つっていうことがだんだん分かってきてですね、それ変だと。いうことで実際に、軍が調査をしようってことになってですね、目で見た瞬間と、目で見て、あ、敵だと思った瞬間と、それが脳に行って、脳から指令が来て、指先に行って、指先からこう引くと、それまでの時間を計算してですね、そしてパイロットにこうそういう時の実際の実験なんかをやったり、実際の実践でやったりしたんです。測定したりしたんです。そしたら驚くべきことにですね、敵機になんか光が当たって、太陽の光かなんか敵機に当たって、敵機から音速で、それが自分の目に入る。パイロットの目ですね。目に入って、それが頭に行って、これは敵機だっていう認識をして、それで頭で判断して、これはもう、すぐ機関砲の
引き金を引けと命令があって、指先に行って指先で引き金を引くと、そうやって弾が出てきますね。この時間がですね、理論計算よりか2分の1ぐらいで引き金を引いてるってことが分かったんですよ。なんだこれはと。つまり、太陽の光が鉄器に当たって、鉄器で跳ね返ってきた光が目に入り、目で網膜に入り、網膜から脳に行き、脳で判断をして、そして指に命令を出し、指が引き金を引くっていう経過をたどってないっていうことになりましてね。これでまあびっくりして、いろいろ研究が行われました。でまあ少し間を飛ばしまして、どうも人間っていうのはですね、自分の目で見て判断してるのもあるけど、自分の目で見て判断してないものもあるということになったわけですね。でいろいろまあ実験なんか随分あって、あの頃まあそうですね、1990年あたりは結構そういう研究が盛んでですね、今から30年前ですね。でいろんな発表とか論文とかありましてね、僕なんかもとても楽しくて、本もありましたね。アフォーダンスっていう本があったかどうかちょっとあったような気もしますね。東大の確か佐々木先生っていう先生だったか、ちょっと全部おぼろげですよ。全部おぼろげですけどね。それでね、結局、例えば分かりやすく言えばね、人間の感性ってのはもちろん、太陽の光がイチョウの木に当たって、イチョウの葉っぱがキラキラと光って揺れて、それが目に入って、ああ、あれはイチョウだなっていうのが、これが標準なんです。標準であることは間違いないですね。ところが神経が研ぎ澄まされてるとか、いろんな場合があってですね、イチョウの葉っぱの方から、ちょっと変ですよ。全然僕の言ってるけど変だって分かってるんですよ。イチョウの葉っぱの方から、俺はイチョウの葉っぱだと言ってきてると。だから人間はイチョウの葉っぱだと思うんであって、自分がイチョウの葉っぱから来る光を感受して、それをイチョウの葉っぱの形をね、こういうイチョウの葉っぱを形を思い出して、それでそれがあれがイチョウだなって思うんじゃないと。これはアフォーダンス。で、その後いろんな研究を見てますとね、変なことが山ほどあるんですよ、やっぱり。人間が直接、向こうが、変ですよ。向こうが俺はカバンだとか、俺は道路だとか、俺は虫だとか、向こうが言ってくるって言うんですよ。僕に教えてくれる。それで私がわかるんであって、そういうのがかなり多いっていう。それはアフォーダンスって言うんですね。で、まあ、アフォーダンスにもびっくりしました。その後研究も行われてますから、だいぶ今進んでると思いますが、むしろ私の興味はそれからですね、一体脳とか感覚とか見るとか聞くとか、そういうのはどういうことなんだろうかっていうことに私は興味が湧きましてね、脳の方はだいぶ進みました。まあ、皆さんよく知ってるのはミラーニューロン。ミラーニューロンっていうのはですね、お母さんと子供っていうのが割合とこう一緒にこう覚えたり一緒に言ったりするんですよ。だからお母さんが教える言葉っていうのは、子供は他の人が教えるより早いんですよ。早く覚えるんです。で、これがね、それは普通に考えたら、それはまあ母親だから丁寧に教えるんだとか、まあそういうふうに思いますよね。生活全体が同じだから、やっぱり覚えやすいんだとか、母親だからこの言葉は覚えてるから次の言葉っていうふうになりますからね。だから子供が覚えやすいんだっていうのが普通の解釈ですよ。だけど、この普通の解釈っていうのはいつも一番難しいんです。っていうのは人間は自分の頭で考えますから。頭の中はそれまでの知識から考えますからね。必ず人間の考えっていうのは新しい考えには反感を持つんですよ。つまり自分の頭と違うからね。この反感が強い人がね、いつも反論してる人なんですよ。新しいものを受け入れるってね。自分の頭にないものを受け入れる。これ難しいんですね。このミラーニューロンとは、サルマで実験が行われて、僕の記憶ではもっと今進んでるかもしれません。ちょうどその僕が30年ぐらい前まで一生懸命勉強してた分野ですからね。赤毛猿なんかの研究によってですね、ミラーニューロンっていうのはどういうものか。つまり生まれたらですね、子供は脳の一部の神経の、神経ってこういうふうにこう、ニューロンっていうのは組み合わさってるんですけど、この組み合わさってる形がですね、ほぼそっくりのやつが、幼児にもあると。お母さんとそっくりのやつが。これをミラーニューロンというらしいんですね。したがってお母さんがそこで覚えてる回路を最初から覚える準備をしてる回路があると。脳の中に。だからお母さんのものはすぐわかると。まあいうことが、そういうことがあるんだなっていうことがわかりましたね。で、これは比較的、学問的な結論でしたので、アフォーダンスよりか現在ではより学問的に、また学術的に整理されてるとは思うんですけども、
少なくとも50年ぐらい前にこれ聞いたら全て嘘ってことになりますよ。だって人間の知識に入ってないんだから。人間の知識に入ってないってことは山ほどあるんですけど、人間っていうのは自分の頭の中にないものはおかしいって言うんですよ、まず。間違ってるとか。それは自分が無知なんであって、人間は無知ですから、僕なんかはまあ大体宇宙の神羅万象の1万分の1も入ってるかなと思うんですけどね。まあ、新しいことを、まあ僕なんか物理ですから、とか他の学問ですからね。だから分かんないことにいくらでも接してるので、分かんないことが分かるようになった瞬間をずっと見てますんでね。まあそういうのは宙に一応置いとくんです。あ、アフォーダンスということもあるんだな。ミラーニューロンっていうのもあるんだなと。で、アフォーダンスっていうのは自分が知覚するというか先に向こうから言ってくるっていう場合もあるんだな。そうかもしれないなと。まあ一応そう思うんです。まあ、否定しません。それから、ミラーニューロンは、これは結構確実そうだなっていうふうに分かるときあるんですね。それからね、人間の頭の中にあらかじめ入ってるか、入ってるかどうか分かんないんですけども、もう赤ちゃんっていうのはね、ご両親が英語ベラベラでも英語の単語一つも知りません。だから人間の頭っていうのはもう全部生まれるときに一応リセットされてると一応考えられてるわけですね。100分の99か98まではリセットされてるかもしれませんけども、わずかに残ってるものもあるんですね。それで、まあ、そういうものの中でね、我々の先祖が分かってることは、我々もある程度分かってる。その場所がよく分かんない。もしかしたら大脳じゃなくて、この間、大脳辺縁部っていうのもあるんですね。大脳のすぐ下に。それからその下にさらに、伝統脳の中に、まあ、いろんな部位がありますからね。そういったものの中に、我々の意識のかけらが入ってる可能性もあるんですよ。だから私たちが、日本人がですね、縁側のところに行ったり、いろりのところに行ったりするとね、そのいろりを一遍も見ていない日本人の子供が懐かしく思うっていうのがあるんですね。懐かしく思ったって、その子供は一回もいろり見てない。まあ反論はいくらでもあるんですよ。例えば、それはね、実際に見てなくても漫画で読んだんじゃないかとかね、写真で見たんじゃないかとか、テレビかなんかの画面にあったんじゃないかっていうのはもちろんいっぱいそういうふうな反論っていうのは常にあるんですが、それがね、またね、不思議なんですよ。なんとなく落ち着くっていうのがやっぱ民族性があるんですね。で、もうその民族にはもう今やないのにある。で、これがね、一応調べられておりましてね、まあみんなアフォーダンスもミラーニューロンも全部調べられてるんですけども、だいたい300年ぐらいはね、あるんじゃない。これミームっていうんですね。英語で MEME ってちょっと特殊な単語ですけど、ミームっていうんですね。で、ミームっていう現象はですね、今みたいな現象なんですね。そうしますと、我々が日常的に頭で考えて、まあヨーロッパのなんかに侵されてる人は何でも自分の頭で考えることは正しいなんて思うんですから。だけどそれに加えてアフォーダンスとかミラーニューロンとかミームとか、こういったものの感触の中、まあ日本語の場合はもう完全にテレパシーなければ、主語がない、複数形がほとんど使わない、現在と未来をほとんど区別しないなんて中で相手にコミュニケーションが伝わるはずがないのに伝わってるってことね。こういうことありますし、まあ南九州の動物が感じたことが1ヶ月ぐらいで北九州の動物の反応として出てくるなんてあってですね。これはまあ一連だとかいろいろあるんですけどね。それはまあ学問的にはそれほどまだはっきりしてない。だけど現象と理由は別なんですよね。この現象と理由っていうのをよくね、混合してる人がおりましてね。私がこういうことがあるんですよって言うとね、それはおかしいですね。理屈が合いませんねとかね。こういうことがあるんですよって。それはね、こういう理由じゃないんですか。人間とはどうしても現象だけを理解するのは難しいんですよ。現象とその理由がくっついてたらそれで理解するんですね。ですから、現象と事実が、説明がついてると頭の中に入るんですけど、現象だけだと弾いちゃうんですよ。それがね、例えば UFO なんかいないとかね、光よりか早いものがないと。じゃあ、光よりか早いものの説明ができるようになると、今度光よりか早いものがいてもおかしいと思わないんですね。まあ人間というのは、自分が納得する理由がついてないと事実を認めないってことがありましてね。とても不思議ですよね。自分が理由がわかるかどうかってことと、事実が事実であるっていうのは違うんですね。まあ僕なんかは研究を長くしてきましたんで、一応事実は事実として、どんなに自分で変だと思っても、一応事実は事実として受け取ると。
そういう事実があるんだなっていうのを理解してる、理由はちょっとまだ分かんないけど、嘘かもしれないし本当かもしれないなっていう、まあ、これよく昔ね、若い頃武田君はよくチューブラリンで事実を理解してるねって言われることがあったんですけどね、チューブラリンでも大丈夫なんですよ。それは別に自分が正しいと思って入れてるわけじゃなくて、そういうことがあるというふうに覚えてるわけで、その人は自分に嘘を言わない限りね、そういうことはあるんだろうと。朝鮮戦争でパイロットが早めに撃つってことが実際あったわけですから、それの理由がまた別の理由かもしれないけど、アフォーダンスという現象があるかもしれないと思いますよね。まあ、そういったその理由を聞かずにというね、事実だけ一応頭に入れる、それも自分の意見として頭に入れちゃうんじゃなくて、そういうこともあるなということで、もうすごくね、そういうのにこだわる人がいましてね、よく世界でも七不思議とかね、それからバミューダトライアングルとかね、そのいっぱいあるんですけど、そういうのをこう事実として一応頭に入れときますとね、いろんなことが起きた時に自分の頭の中に理由は分からないけども事実としてはあるかもしれないというものが頭の中に入ってますから、頭が柔軟になりますね。頑固になる比率も減るし、人との間もうまくやっていけるし、人に大体あんまり文句とか言いたくなくなっちゃうんですよ。っていうのは自分に分かんないことがいっぱいあるんだっていうことがだんだん自分でこう分かりますからね。そしたら少し自分の頭の中にないとか自分の意見と違うからってそれを強く言ったらやっぱこれまずいんじゃないか。100年後はね、1000年後とか。で僕よく言うんですけど、紫式部、まあ、これ西暦1000年にね、源氏物語を書いた女性ですけども、飛行場に連れてって飛行機を見せて、それでダーッとこうでっかい飛行機が飛んでいくじゃないですか。それをこう見せてね、あれ、紫式部さん、あれ、なんだと思います？って言ったらね、紫式部の頭の中には飛行機ってありませんから、ね、天狗かしらぐらい言うかもしれないですね。要するに自分の体験、自分の頭、全部ないものが目の前にあったら。だけど今の子供だったら飛行機って言いますよ。つまり、その飛行機を飛行機と思うためには、飛行機があるところに生活してなきゃダメなの。だから、我々は本当にね、アフォーダンスも僕は今でもどうなったかなと思ってるんです。どうなったかな、あれはどうなったかな、もう少し進んだだろうな。我々の日常的な生活の中で、アフォーダンスっていうのがどうぞなってるかなとか思ったりしましてね。まあそういうのを研究しておられる先生もいるんだろうと。そういう先生が、アフォーダンスが本当間違いだったら一生棒に振りますし、アフォーダンスが本当にあるならね、画期的な発見ということになる。まあそういうことですね。